に締めの挨拶に移りたいと思います。では田辺さん、最近なんかの多分 Facebook でなんかの投稿でちょっとだけちらっと書いたんやけど、あのね、私はもうね、仲間なんかいらないってずっと思って言ってきたの、ずっと。6歳の時にね、ほぼ一人ぼっちに、なぜか突然なって、そこから一人で行ってきたっていうかね、その偉いとかじゃなくて、一人で生きていくしかなかったのね。急に一人ぼっちになって、で、まあ、6歳っつったらね、まだ分かんないこといっぱいありますよね。大人に教えてもらわなきゃいけないこといっぱいあるんですけど、まあ、いなかったんで、自分で考えて全部やっているしかなくてね。で、まあ、それでずっと、まあ、大きくなってきて、正直ね、ずっと思ってました。ほんまこいつら足手まといやな、マジで邪魔やなと。ずっと中学、高校、大学、ほんまに話しかけたら殺すぞみたいな、オーラを出してました。実際誰も話しかけてこれなくてっていうのをずっとやってきてね。で、まあ、その後も何段階もね、実はあるんですよ。何段階もあるんですよ。例えば本当に一人愛する人ができた時とかね、みんなも記憶にあると思うけど、その人を通じて世界を見るようになるでしょ。いろんなことを許せるでしょ。今まで許せなかったようなことね、そういうことがたくさんあって、いろんな時期に本当に大きく気づくことがあって、何段階もやってきたけど、やっぱりね、まだどっかずっとその下でから染みついていて、ね、仲間っていうのがよく分からなかったんですよね。で、それがね、ちょうど3年ぐらい前かな、すごくあっていうふうに気づく瞬間があって、大事やん。結局一人でできることって、ある一定のそのラインからは先にはもう一人でいけないんだよ。いくらその会議でもどうにもならん、その持ち上がらんもんでやったらあるんやな。それが昔はこのやついらんと思っていたその仲間が一人、二人、三人っていう風になるだけで、持ち上げられるんやいうことが、まあ、だんだんね、頭でだけじゃなくて、実感として上がってきて、で、大事やなと思ってたんですね。いろんなものが、本当に大切なものって何ですかっていうのは、もう人によって違うと思うんやけど、やっぱりこの3、4年ずっとこういろんなものを、最近映画よく見るんですけどね、何を見てもね、同じメッセージをしてくる、同じメッセージ、大事なのはアリエット、確かにそうやなと、分かってるよと、友やと、家族やということをすごくこう、分かるまで言うたるぞっていうぐらいにおメッセージをされてて、最近ね、やっと本当に大事やな、いうふうに思うようになったんですね。なので、みんなに喋ってほしいというふうに、せっかく卒業式に参加してくださったから、みんなに喋ってもらいたいっていう、そういう思いが本当に最近強くなってきて、ちょうどその比例して、反比例してね、自分がこういろんなことを、話するのがね、すごく嫌になってきてたりとか、Facebook でも、言語化するのが嫌なの、最近。何かを人に伝えたいって思いが本当になくなってきて、でこれからはなので、もう俺は別に伝える必要はないんやけど、もっと本当に仕組みやし、組織やし、仲間やし、そういう人たちに手伝ってもらって、そういう人たちのに感謝をして、ね、尊敬をして一緒にやっていかないといけないかなっていうのを、本当に最近やっと46になってよ、よく本当に身に締めて分かってきたっていう、そんな状態なんですね。なんで、こういうことは私が、ね、みんなに教えることではないですにして、この事業をやり始めてから、毎年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 、
たくさんの学生と会って、いつも学生たちからもいつもそれを教えてもらってた。アホかなって思ってたけど、いつもね、そんなアホやボケてどうすんねんと、アホかボケと思ってたけど、みんなの方がね、よく知ってるよね。大事なんですよね、仲間って。うん。なので、これから、就職して、長い人生をね、歩んでいきますけれど、本当に愛する人を大切にして、仲間を、仲間をたくさん作って、幸せな人生を生きていってください。卒業おめでとうございます。ありがとうございます。はい、チーズ。